今日の舞台は道東の川。アングラーの中野康史さんはフライフィッシングのスペシャリストです。道外出身の中野さんですが、北海道はとてもお気に入りの場所。果たして今シーズンもニジマスと出会うことはできるでしょうか。あの真ん中のちょっと石を越える感じで、大丈夫かな、どうだろう。フライフィッシングは虫に見せかけたフライと呼ばれる毛針で魚を釣る方法。あそこに沈み石があって、その奥がボンってこうストーンってブレークで落ちてるので、そっち側を狙えれば。木の手前と手前、うん、で手前に石があって、その石とあの手前あの木の間ぐらい。今ラインはどれくらい沈んでいる感じ？30センチぐらいじゃないですかね。30センチ、40センチぐらいかな。当たりはないようですね。魚が出た時にそのラインをこう反転してこう引き込んでいくためには、その川底べったりっていう流し方ではないんですよね。少し川底より上げたところをこう流してこなきゃ意味がないので、ただそう流して当たりがないので、まあ、考え方ですけど、フライが流れていってる層を考えた時にそこが合ってないかもしれないし、もしくはそこで合ってるんだけど、その毛針が大きいからシルエットが大きいんで魚が反応してこないかもしれないからっていう、そういうまあ試行錯誤ですね。でそういう意味ではまずフライを変えてみて、もう一度流してみる。フライを交換します。これヒゲナガ、ヒゲナガ模してるフライ。ちょっとね、ラインが合ってないかもしれないですね。重いかもしれない。水の中にこう入った時にこうラインの途中からこの川底に当たってるっていう感触が分かるんですよね。それはね、あの釣りをしばらくしていくと、ある程度釣りをしていくとそういう感覚って分かってくるので、ちょっと判断、そこで判断して、もうちょっと軽いラインで、まあ、あの毛針も小さいので、もうちょっと軽いラインに切り替えて流すとか。中野さんは今日これだけのフライを用意しています。中野さんの今回のタックルはご覧のようになっています。これ40グレインのちょっと軽めで短いものに変えました。開きにいないんですよね、多分。なので小場所になるので、大きくこうドンと沈めなくても。少し上流に移動しました。回収はあんまりステイさせておくと良くないんで、
あそこの沈み石がちょっと大きな石があって、あそこは気になる、うん、反応がないようで場所を移動します。気象条件は良さそうですが、とてもいい感じですね。今なんでライトするの？もうちょっと、もう向こうがもうちょっと深くなってきたんで。おお、来た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 。来てる来てる来てる。あ、乗るか？あれ？乗ってない。うん、当たってますね。あれ？ライトまでは行かないようです。うん、惜しいな。今結構いい感じの魚じゃない？当たりがあるようですね。うん、もって感じ。え、これ何？え、ああ、魚だ。え？あ、やっぱりそうだ。なんかモゴ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 って当たったんだよね。あー、バレた。あ、針がかり甘かったんだ。うわ、余裕でなんかいい当たりとか言ってて、針全然問題なし。うわ、大失敗だ。ちょうどね、真ん中ぐらいでこうドゥッ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 って当たってて、あれ？と思ったんだよね。そのまま前にこっちに来ちゃったんだね、魚が。で、そのすぐその辺ぐらいまでスーッともう寄ってきてて、うわ、失敗、大失敗した。残念、中野さん。でも活性が上がってきたかもしれませんね。ここで中野さんにスカジットシステムの釣り方を教えてもらいました。片手でこうラインを出せるだけ、無理なく出せるぐらい出して、あの、流して、また出して流してっていう風に、で、距離をこう少しずつ伸ばしていって、いきなりこう立ち込んでダーッとやらずに、手前から手前からやっていく感じです。もう、あの、当たって魚がくわえて反転するっていうことを狙うために、まっすぐにしておく。これがね、ラインがよれたりたわんだりしてると当たりが分かんないんですよね。あの、向こう側がこう駆け上がってるので、ずっとこっちからするとこう駆け下がってきてるんで、そこをずっと慎重に慎重にうまくちょっとずつ狙ってって、
どこに魚が入ってるかっていうのはちょっとまだ分かんないですけど、で駆け下がりからこうだいぶ離れたところ、外れたところに魚がついてるかもしれないし、駆け下がってきたところにあの地形なりに魚がいるかもしれないし、場所を少しずつ移動していきます。濃いけどな、いい感じだけどな。早めに見切りをつけて移動していきます。川底でザリガニの死骸を発見。ニジマスの捕食対象のようです。再び場所を変えてみますが、小さな当たりもないようです。違う川に移動しました。そうしてすぐに、あ、あ、ちょっと待てよ、今結構良かったと思いますよ。あ、一回だけついてないな、とことんついてないな。なんだろう、ちょっとね、場所を休めるっていうのもあるので、ちょっとなんだろう、あと自分のリセット。僕らはそのどっちかというと魚がどういうふうに出るかとかいうことにこだわったりするので、どんな形でも釣れればいいというふうにはあんまり思ってないので、それはどういうシチュエーションでどういう状況下で釣りをすればそういうことができるかって、そういうことを味わえるかっていうふうに考えて釣りをしてたりするから、ちょっと場所を休めるとか立て直すとか。気持ちを立て直していきましょう。こう対岸に出てるそのブッシュとか石とかそういうものに引っかかってしまうと、もう釣りが成り立たないですよね。なんで、あの一定の距離はちゃんと維持した上で、あの向こうの草を拾わないとか、あの石を拾わないとかっていう距離でキャスティングをしていって、その距離感の中で流針をまたいで、で魚にアピールしてっていうようなことを考えながら距離感を計算していかないといけないので、ただやたらめったらボーンと投げてあの釣りをするっていうのとはちょっと違うんですよね。ラインの今見えるラインのこう動いてる速度とか、そういうものであの自分の中でこう想定していきます。早すぎない、ゆっくりすぎない、縦に沈んでない、横に斜めに動いているとかっていうのをちゃんと考えながら確認しながらいきます。そしてこの後、いよいよ待望の、魚をさばいて調理したい、そんな方におすすめの一冊。魚のさばき方から盛り付けのコツまで、全147レシピを可愛らしいイラストで分かりやすく紹介しています。料理が得意な方もそうでない方も、ぜひ魚料理にチャレンジしてみてください。
同等の川でニジマスをウエットフライで狙う中野さん。ここまで2回の当たりがあったものの釣り上げることはできず、待望のヒットなるか奮闘中です。まずは手前からラインが届く位置ぐらいを狙って、で徐々にこうやって長くしていく。このラインはですね、今は、まあ、ボディに当たる部分、ロッドに近い方ですねのラインはフローティングのラインですね。完全にこう水面に浮きます。表面張力を切るぐらいの浮力のラインですね。でその先に、5フィートだけの長さのシンクティップをつけてあります。でそこからリーダーの長さ1キロぐらい取って、6番フックぐらいのウエットフライがついてます。今でちょっと探っていきます。フライフィッシングで、フィッシングってどうしてもこうラインをこう自分の進行方向の後ろ側にこう大きく出すイメージが、こうねキャスティングでこう上空をピュン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 やって飛ばすってイメージがあるんですけど、このキャスティングはまあ簡単に言うと後ろ側にラインを伸ばさないでキャストできるので、こういういろんな木々がこうあってもその下でキャストできるので、まあこんな感じですよね。なんで釣りになりやすい、釣りが成立しやすいですね。その流れの中をこう釣ってみて、で自分が少し下ってまた釣ってっていうことを繰り返します。あとはまあこうちょっと自分がこう流れの沖にこう川の沖に入っていく、ラインとかフライのその入射角度が変わっていくので、それもあれ違うなこっちかなって思ったらすぐにそういうことを変えてやってきます。ちっちゃく当たってるね。およしよし、あちっちゃい当たりだな。すると乗りましたね。よいしょ。とりあえず良かったですね。大きさは関係なしで良かったです。待望の1尾目、そしてまたすぐに、あ、結構いいサイズかもしれないですね。いい魚じゃないですか。おいおいおい、やりました。およそ50センチのニジマスです。必ず手前からこう攻めていく、そして距離をどんどんこう釣り手である我々側がその距離感っていうのを測りながらやるんですね。その目指すところは、で今回は手前から5メーターぐらい今釣り下ってきて、で手前から攻めてったものをだんだんちょっと沖側に沖からこう
降ってくる流してくるっていう風に攻めていく中で、魚との距離がこう接点があったっていう、距離が一定程度あるものをこうどん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 こう詰めていくようなイメージなんですよね。どこかでドンと当たってくるので、それをいきなり最初からやるとちょっと狂っちゃうの で答え合わせができなくなっちゃうので、なので手前から手前からっていうのは忠実に守っていけば、多分誰でもあの経験を積むと誰でもこういうことできるようになるんで。自身納得のいく会心のバイトでした。 OK。 今これ僕が使ったのは 10.4 フィートの5番です。今までだったらこんな短いグリップの、僕の今これ肩幅よりちっちゃいんですけど、これぐらいの竿で、要するに両手で投げてダブルハンドでこういう河川で魚を釣るってことはちょっと考えられなかったんですけど、だん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 それがこういう、なんだろう、トラウト向けになってきたっていうか、世界の流れですけど、もう本当にアメリカでもヨーロッパでも流れでトラウトに合わせるっていう形になってきてるので、こういうのを使えば誰でも楽しめると思うので、はい、そのコツはとにかく距離を手前からですねやるってことですね。ちょっともうちょっと釣ってみます。イメージとしてなんか浮きをつけて、でその浮きがこう魚がその餌なりをこう食べるとこう反応するっていうね、そういう釣りをイメージしてる方って多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、実はこの釣り、僕らがやってるこの釣りは浮きって、そういう意味での浮きってないんですよね。じゃあ何がその浮きになるか、浮きの代わりになってるかっていうと、この今僕が使っているこの道具、ラインであったりロッドであったりっていう、ここにスーッと毛針とラインがこう流れていくと、それを魚が捕食すると、この手元にガンガンガンってこう、今もそうです、今も来てる来てる来てる、今も来てる来てる、これ乗るんじゃない、あ、バレたかな、あ、逃げたかな、あ、乗る乗る、あ、ちっちゃいなっていう感じ、今本当に魚が今そこの毛針をつついてるんですけど、魚がこうやって聞きに行くと魚が乗っちゃってる可能性もある。あ、乗ってる、あ、乗っちゃってる。そういうことがそのまま手元にその伝わってくるんですね。ちょっとそのままもうリリースしますね。なのでもうあそこで釣れますよとか、目で見ててこう浮きがポンポンと動くとかっていう、そういう面白みってあると思うんですけど、そうじゃない部分の面白みがこの釣りにはあるってことですね。残り時間が迫ってきましたが、サイズアップなるでしょうか。いいサイズのニジマスが釣れました。ほんと会心の当たり、ドーンと当たってジーって持ってかれて、で魚とのやり取りをしてる時に竿がぐーっと曲がって、でなかなか寄ってこず、そこで自分の技量も試され、なのでね、本当に魚の大きさって関係ないですよね。それよりもやっぱりかかった魚をのその醍醐味を味わうっていうことを考えた方が釣りが豊かになるっていうか、まあ、自分が豊かになるっていうかなと思います、はい、今日もう温泉入って宿帰ってもいいかなぐらいな気持ちですね今ね、はい、この後も順調に4尾釣り上げた中野さん、十分に堪能することができました。ここでストップフィッシングです。じゃあリリース、今ちょうど北海道道内どこ行ってもこう水が減衰しちゃってて、釣りっていう意味で言うとちょっと厳しい状況は状況なので、まずは水通しのいいところっていうのを優先に選んでって、
まあ、最終的にはこうちょっと魚との距離が縮められて、で釣りが成立したかなとは思ってて、まあ、ちょっとホッとしてるっていうのが正直なところですね。食べているであろう虫たちは、まあ、あらかじめ毛針を巻いたりして用意されることがいいのかなと思いますね。絶対的にもうこの毛針じゃなきゃダメとか、そのセレクティブな場合もありますけど、まあ、それよりも僕なんかよくお伝えしているのは毛針の形とか構造が特に大事なことなので、そういうところをこだわってちょっとこう作ってみるのもいいかもしれないし、まあ、今回はそれでいい結果が出たので、はい、次回のノースアングラズ TV は然別湖で宮部イワナに挑戦、お楽しみに。旅行は漁師さんの仕事場、迷惑行為はやめよう。マナーも腕の内。